今日は、恋愛に役立つゆるふわな番組のグッド博士と申します。今回は第88回です。録画したのは2018年6月9日です。僕の著者名はグッド博士、主に女性向けの恋愛指南書を10冊以上書いています。今日ご視聴してくださるのはアイリーナさんです。アイリーナです。今日の流れは2人の、近況を述べた後、恋愛チップスについて述べて、今週のニュースに行って他のコーナーをしていきます。で、最後にどっぷりと宣伝をすると。宣伝、いつもの通り、今週は近況あります？今週は大きなで、なんか意識していたら結構いっぱいあるんですけど、プチスピでも何でも何でもね、意識しないで過ごすとそれ溜まっていかないですよね。きっと本当はたくさんあるんですよね。ありました。でも私は、はい、なんか目が面白くない話ですよ。いや、いつも面白いから大丈夫。本当に面白くない。面白くなくてもいい。目が、人が疲れるのって、目からの紫外線が入るのがすごいあるんだって、ね、あるかも。情報とかね。そう、違うの。そうじゃないの。紫外線が疲れる。そう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 、そうそうそう。だ、外歩いててすっごいぐったりするのは、今日そんなたくさん動いてないのにって思ったのは何でかって。動いてないのに疲れると。そう、ちょっと外歩いただけで、それ紫外線が目に入るとか。そうなんです。じゃあ目が見えない人は疲れないってこと？その疲れ、それからの疲れはない。他の疲れは確かに。で、そのそれからの疲れは結構大きいってこと？大きいみたいで、私サングラス、鼻が私低い。サングラスしてんだ。今日か。見たい。なんで見たいですか？サングラスした顔見たい。やだ、やめてください。そこまでしてましたから。あ、そうなんだ。うん、それでね。僕は芸能人、まあ芸能人ですけど、違います。芸能人しかしてないのかなと思っちゃうもんね。いっぱいもその辺みんなしてません？なんだ、それみんな芸能人だと思ってるの？嘘。なんか顔見られたくないみたいな。いや、なんか私、子連れの自転車乗ってる人とか、結構みんなしてて、やっぱなんか何にもできないじゃないですか、日傘とか。そう、だからパーって入ってきて、車の人も結構車乗りながらする人いますよね。いるいる。車はそうだね。そうで、かつてはそんなにかん、関係が深くない、もう昔ウブの頃ですよ。ウブね。はい、はい、一緒に車乗った人がいきなりサングラスした時に、交差点で止まった時にかっこつけてると思ったけど、はいはいはい、それって本当にその日がさしてきて。そうね。そうなんですよね。目が疲れる。そう、それが今つながりました、この年になって。疲れるっていうか、その入ってくるじゃないですか、運転とかに支障が出ちゃうんですよね。それみんな車運転してる。それ近況、つまり最近つけたこと。昨日、今日からつけたんです。先週、じゃあ2日ぐらい前に、メガネ、サングラスしてますかって言われて、しかも真っ黒のじゃダメだから、はい、ちょっと薄めのじゃないと。ちょっと痛いな。ダメです。目が。ってことは目が見えるんだ、外から。あんまり見えない。ちょっと暗め。でも自分から見ると景色はそんなに変わらないんだ。変わらないけど、暗いところだと。なんか、おととい、上連れさんって知ってます？知ってます。がゼミで動画を撮っているんですけど、まあ、顔を見られないようにサングラスしてるんですよね。そのサングラスはもう多分100円なのか1000円なのか分かんないけど、安いサングラスなので顔を隠す用だからね。それをつけると字が読めなくなってるんですよ。あ、じゃあすごい真っ黒いんだ。だから、すごくおしゃべりを間違えるんですよ。あ、間違えてますよって言ったら、実は見えないんですよとか言って、何しに来てんだこの人はと思ったら。でも撮れないんですよね、一応顔隠すから。そう、こうやって。でもそのサングラスは見えるんですね。見えます。おー、いいな。だけど真っ黒は剥がせはしないですか？サングラス？車運転するときはするかも。ああ、車、そっか。真っ黒のは良くないんだって。なんか瞳孔が開いちゃうんだって。わかる。しかも、でも一方で横からね、光が入ってくるから、瞳孔が開いてるのに光がバッて入ってくるっていうね。そうそうそう。だからそれ、真っ黒だけはやめてくださいって言われたけど、ちょっと薄めのブルーとか、ちょっと 赤いのとかあるじゃないですか。格好つけてるっぽいよね。それなんかそう、おかしい、とってもおかしかった。だから結局黒っぽいのになったけど、もう黒塗りではないです。タモリみたいのではないです。タモリみたいですね。そう、でも私も博士じゃないけど、今までサングラスしてる人は、そうそう、まあ、芸能人と思ってないけど。しかも帽子かぶってさ、サングラスってさ。そうね。でも本当に日焼けマンっていません？女性の。もうこういうところも手袋したり。ああ、してるしてる。もう本当に覆う。でも最近はそれも僕は分かってきた。それはそうした方がいいなと思う。ね。ガンとかね。そうなんですよ。そうなんですよ。そうそう。私もこの年。でも昔は格好つけてるなと思ってた。そうですよね。だからきっと思ってる人がいるだろうなと思いながらするけど。まあいいよね、そんな人がどう思うかね。うん、そう。そう。そう。
よし、すごい面白い。それ面白くない。いや面白い。真面目な話じゃないですか。面白く話せるんだろう。うん、僕は風邪ひいたんですけど、多分その小鈴ラミさんっていう方がいたじゃないですか。はい。それが PUBG っていう PUBG っていうゲームを進めてくれて、でそれが最近スマホでできるようになったんですよ。はい。もうそれをずーっとやっちゃってるんですよ僕今。で寝ずに寝てるけど、本当はあと1時間前に寝なきゃいけないのに。やっちゃうんですよね。でそれで体力が落ちてるんでしょうね。うん、免疫力が。もう僕の方が面白くないじゃん。そんなことない。だって風邪も面白くなっちゃダメじゃないですか。いやいや、風邪も面白く話すでしょ。だって話さないでしょ。なんか先週風邪でしたか、なんか体調崩して。そうなんですよ、うん、それは面白く話せる。面白く話せない。私だけなんか連鎖しちゃったから。あ、だから自分はちょっと元気だったんだけど、あ、誰かに移しちゃう。そうってことね。うん、OK、 じゃあいきますか。恋愛役立つチップス。このコーナーは恋愛の記事を読み解説し、皆さんの恋愛スキルを向上しようというコーナーです。あ、博士、近況にちょっと戻って、はい、博士、あの回どうだったんですか、はい、それ聞きたかったんです。回って何ですか。え、あの、はい、博士の回。僕一人の会？違う。なんか会？ほら、ミコリさんとか。あ、オフ会？そう。あ、オフ会楽しかったですよ。で、僕は基本的にいろんなテーブルを回って、うん、あの話すのが、まあなんて任務なんで、あんまり楽しめないんですよね。博士自体。僕だけオンなんですよね。まあオフ会ってそういう意味じゃないんだけど。まあまあまあ、そうですよね。それはそうかもしれない。だから僕はそんな楽しくないんですよね。で、みんなは楽しんでくれたかなと思いますけどね。うん、しかも僕忘れちゃうんですよね。あのすごく失礼な話だけど、顔とかも、強烈な人は何人か覚えてるけど、強烈とか言うとまた言いにくくなっちゃうけど、それは強烈でもいい強烈もある、ね、いい強烈もある、うん、なんか、うん、あのここに送ってきてくださる方の何人かは覚えてますけど、うん、はいはい、で言うんですか、初めて会って一致する人もいるんですよね。何々ですって言って、あの初めて会ったのにもうみんな名札つけてるんですよね、うん、だからもう分かるんですよね。あ、そっか。何かあります？聞きたいこと。何、その1テーブル何分ぐらい話すんですか？1テーブル25分。おー、何人ぐらいいて？6人ぐらいかな。うん、うん、で、なんかその内容は深い内容を話さない、質問しないですよね。いや、相談もありますね。へー、実際にこういう風に活動してるけどうまくいきません。あ、みんな聞いてるんですよね。いや、あのない人もいるんですよ。僕に会いに来てない人も多くて、あのそのオフ会の仲間と会いたいみたいな、そもそも悩みがありませんとか、あとなんか博士にお礼を言いに来ましたみたいな。あ、お土産もらいました今回。なんかちょっともらいましたね。 ありがたかった、うん、ありがとうございます。あのその時は、うん、嬉しかった。あのいつものようにまたこれをそれをそのピンク の、 あのリュックサックを持って行って、はい、ありがたかった。はい、はい、行きましょうか、はい。恋愛に役立つチップス。このコーナーは恋愛の記事を読み解説し、皆さんの恋愛スキルを向上しようというコーナーです。彼が連絡がないあなたの彼氏が音信不通にした理由とその対処法。これも何回もやってる気もするけど、まあいいかと。昨日まで恋人同士だったのに、何の前触れもなく彼と連絡が取れなくなった。いわゆる音信不通の状態に。メールをしても返事が来ないし、電話にも出てくれない。彼氏のこんな行動にパニックになったという経験を持つ女性も数多くいます。そういう経験ありますか？うん、彼氏じゃないんですけど、うん、なんかちょっとたまに会ってご飯に行く関係だったんですけど、はい、なんか向こうが今回ご飯食べた帰りに、はい、うん、来週の何曜日ぐらいに会おうねって向こうが言ったのに、はい、それが一番最後の会話なんですよ、はい、そこから何か自分がしたとかないんですよ、はい、それで別れたんで、はい、ほんでカーかスイカの2つぐらいの候補だったんですよ、うん、でその手前に連絡来ないからなんだろうと思って、うん、でも言ってたから来るだろうなと思ったらそのまま来なかったけど、しなかったんで、うん、まあ、自分から言ってなかった、もう聞かなかったんだ。そう、なんかそれ音信不通じゃないな。そうそう、それ聞きますよね。普通でも明日どうなるんですかみたいな。でもなんかその関係性がこっちが明日なんかあれしたくなかったんですよ。だからウブな子、ね、そのうん、ウブな子だよ。最近じゃない、全然ないですけど。なんだろう、それはどういう関係ですか？あの、もともと一緒に
舞台とかやったりしてたして仕事とかでつながってたんで仲間でみんなずっと一緒だったんですよ、うん、だけどある時仲間でも2人で会いますよね。ああ会うかな。そこから徐々にそうじゃない関係の誘われるようになったんですよ。なんかこう、恋愛感情があるみたいなね。ちょっと向こうがね。そう、はい、そう。そして来なくなって、そして3回ぐらい続けてご飯食べに行って、はい、3回一緒に食べ行ったってことは、愛さんもそんなに嫌いでもないんですよね。うん、嫌いでもないけど向こうがなんかアクションを起こすまではもともとがそういう関係なんで、そうね、こっちからそうどっちにも転べるみたいな感じです。そうか、じゃあ今も連絡がないの？ないです。じゃあその時本当に死んじゃったかもしれないんだ。死んでない、あの人からの話は。ああ、そっからも何回も人聞いたりして。それは音信不通、音信不通でも悩まないですね、そしたら。その人に関しては全然悩まないです。それ以外音信不通はないんですか？ないです。音信不通？全然連絡がなくなっちゃう。こっちも連絡しても返信が来ないみたいな、梨のつぶて。あ、ないです、ね。まあ、場合によってはブロックされたりもします。あ、ないですね。こっちがブロックして音信不通はあります。ああ、何があったか聞かないけど、ちょっと分かりました。一人ね。まあ後でまた聞くかもしれない、あのこれと関係してたら。あ、そうです。逆の立場もあるかもしれないもんね。うん、だからそうすると被害者の立場、加害者かなの立場が分かるわけですもんね。恋人と連絡が取れなくなったのですが、これだから恋人ですからね。ああ、そうか。じゃあ私全然違う。いても立ってもいられなくなるのは分かりますが、何の考えもなく行動を起こせば状況を悪化するだけ。彼氏の別れを避けたいのであれば適切な対処をする必要があります。うん、そこで今回音信不通の分析と対処法についてお話ししましょう。まず音信不通はそのほとんどを4つに分類することができます。ケース1、彼に無理を言ったりしつこく迫ったりした。男性は付き合っているいないに関わらず責めたり追いかけられたりすると逃げ出したくなるもの。そんな男性の最終手段が音信不通なのです。これは多いんですね。このケースは女性が男性の気持ちを考えず強引に行動をし続けた結果起こります。だから昔で言うと、あの長きあの松井和代さんでしたっけ、うん、私は知ってますとか言って、ああいう風になっちゃったら音信不通にするしかないんですよね。うん、この場合音信不通になる前から彼からの連絡が減っていたはずです。これですか、あの愛さんがした男性にしたものは、うん、向こうからしつこくされすぎて音信不通にした。うん、あ、もう嫌だなと思ってました。そうそれ、うん、でも嫌なサインをちょっと送ったりしますよね、最初のうち。そうです ね、 例えば連絡を減らすとか、ちょっと忙しいんでとか言うけど、それでも来るときに音信不通にするしかないっていうね。うん、そうですね。他にもなんか、付き合ってる場合はなんで会ってくれないのとか、どうなってるとかいろいろ聞くんですよ。ちょっと 2,3 日ほっといてほしいとかいろいろ言ってるにもかかわらず、恋人はそれぐらいするもんでしょうみたいな考えから責めすぎて音信不通になる。これは多いです、あの相談でも多い。うん、ケース2、やむを得ず連絡を絶たなくてはならなくなった。遠距離の恋人が彼の元に来て同棲をすることになった。だから自分の恋人と思ってたけど、うん、実際には遠距離の恋人がいて、そして同棲をすることになっちゃったら連絡できなくなっちゃう。あなた以外の女性を妊娠させてしまった、あなた以外の女性と結婚することになったなど、あなたとの関係を切らざるを得ない出来事に起こり、言い訳もできないので連絡を絶った時ですね。だからこれはあの、まあ、特にその何て言うかな、デーティングサイト、マッチングサイトとかで出会った人とかに起きがちですね。最初から何かあれば音信不通にしようと考えている男性もいて、そうそう、なんか、まあ、遊びですよね。遊んでて都合が悪くなったら音信不通、そういう場合ってあの仕事も何もかも嘘ですよね。うん、うん、その場合は、あ、ここに書いてあるか、あ、もう自分が書いてあるか、そうだよね。その場合彼はあなたの連絡先や家など個人情報をなるべく教えないようにしているはずです。はい。ケース3、恋愛以外で彼に大きな問題が起きた。仕事でリストラをされてしまった、莫大な借金を抱えてしまった、彼もしくは彼の家族が深刻な病気になっているなど、恋愛どころではなくなっている場合もあります。メンタルに弱い男性も結構いて、うん、なんかこう、抱えきれない問題を抱えると全てを断つっていう、もうなんか連絡しないでくれ、だから彼女からの連絡だけではなくあらゆる連絡を断っちゃう人がいますね。うん、そういう人います？いました。いますよね。うん、いきなり消えちゃうみたいな。そうそう、あとなんか双極性障害って言って、
すごく明るい状態とすごく鬱な状態が繰り返す人たちがいて、その人たちが相応の時に付き合い、鬱の時になると急に連絡が来なくなったりもする。だからそういうことがあると。でケース4、物理的に連絡が取れなくなった、研修か何かで電波が届かないようなところにいる。これだから数日連絡が取れなくなっただけで女性がこうなんていうか変になっちゃってたくさん連絡してくる場合があるけど、単に電波の届かないところにいるっていうね、うん、まあ大人になれたら なれば1週間ぐらい我慢できるけど、恋愛経験の少ない人とかはもうなんか毎日 5,6 回やり取り、まあ20回ぐらいやり取りしてたのに1日なくなったらもう不安でしょうがなくなっちゃいますよね、うん、携帯が壊れた、交通事故などにあって入院し一時的に連絡できなくなった。この4つのケースは1から多い順に並んでます、はい、だから多くは女性が無理を言ったりしつこく迫ったりしたってことです。でもなんかこれって、はい、博士のあのあれになるじゃないですか。あれになるか、あのシックスセンスの書き出してるシックスセンスみたいなやり方なんで、なんでしたっけ、あ、沈黙沈黙、ちょっと待って、シックスセンスと沈黙ってどういうこと？博士が、はい、博士がシックスセンスって映画ですよね。そう、はい、博士が沈黙の、はい、沈黙の項目で文章ね、うんうんうん、はい、博士の何かの文章で沈黙をの方法を教えますっていう時の冒頭にシックスセンスのことが書いてあるのがあるんですよ、はい、ああこの秘密は誰も言ってはいけないって、そう、それかな、その博士が書いた文章どこかな、私はだから沈黙とシックスセンスがすごい結びつけちゃってる。なるほどね、はいはい、いいですよ。それぐらい恐ろしいみたいな、あ、そうそう、言っちゃいけないって、絶対言っちゃいけない、そう、ね、言っちゃいけない、先に言っちゃったら何の効果もなくなりますよっていうことの、はい、そうです、なのかもしれない。書き出しがそれなんですよ、まずシックス、なんか濃い、はいはい、なんだろう、わかんないけど、わかる、なんか書いたと、うん、そう、それで沈黙が、して沈黙をしてるわけじゃないけど、うん、沈黙をした時と同じみたいになっちゃう時がありますよね。男性が、女性が、加害者が、被害者が、うん、そう、加害者が、つまり沈黙をしてる方が、そう、わざと沈黙じゃないんですけど、うん、沈黙の効果みたいになってしまって、はいはいはい、相手に本当にもう嫌なのに、うん、ガーってくる、あ、そうですね、そう、でこの男性が相手にうんざりして、うん、連絡を絶ったのに、うん、より女性が、うん、そう、感情的になる、そう、うん、それはそうなりますね、はい、そうですよね、そうそう、だからそうですよなので男性はより心が離れていくことがありますよね、うん、なんか狂っちゃうときありますよね、あるある、男の人だから松井風がそうだと思うんですよね、うん、でも私も連絡が欲しいんですとか言ってたじゃん、なんかどこまでが演技でっていうのが分かんない、松井風よ、そう、いや松井風は多分相当やばい人ですよ、演技じゃないんですか、演技だとしてもなんで YouTube にあの演技を載せるのかってことですよ、まあまあそうですけど、でその旦那さんのなんか下ネタみたいなのいっぱいバラしてるじゃないですか、あれは相当感情的になってないとできないんですよね、うん、だって旦那さんは 彼女にとっては大事な人であることは間違いなくて、少なくとも当時はね、あんなことしたら何もかも失っちゃうけど止められないというのが考えやすい戦略だとしたら、何が欲しくてあれをしたんだろう、なんかあの時は離婚したくないってすごい言い張ってて、でも実はお金のためだけにそれを言ってたから、お金を渡さないで済んで離婚できて本当は良かったみたいのを後から言ってるんですけど、それも彼女わかんないんです、それが本当に最初からなんか、だからある人たちは松井和代は最初からお金だけ取られるのが嫌だったから、もうあの変な行動してる時から彼への愛はなくなってて、ただまあ、財産がすごいあるから松井さんが、はい、ありますね、それをなんとか棒ね、うん、そう取られちゃうのが嫌だから、なんかそれがならないためにやったみたいに言ってたけど、私は最初はあの時点ですごい好きだから、うん、ああいう行動になっちゃったと思ったんですよね、うん、私の勝手な見解は合ってます、あ、そうですか、僕の見解と一緒です、あ、そうですか、だってもしお金を取られたくないんだったら、うん、あの YouTube にアップしたのって最善じゃないと思うんですよね、うん、人って多分自分が思う最善のことをするわけですけど、あの振る舞いって結構リスクが高いですよね、うん、なんか他の手に出られちゃうかもしれないじゃん、うん、なんか例えば僕の心を著しく傷つけたとか、だから余計取られちゃうかもしれないですもんね、うん、
あれで戻ってくるって思わないけど、もうなんか恨み、なんか重なるじゃないですか、愛情とあれがもう。愛情ですよね。そう。愛情が強すぎて憎しみに変わってくる。そう。だってその松井和也さんって確か松井一子持ちですもんね。松井一なんでしたっけ？松井一子持ちでを、あの船越さんが結婚してくれて、何もかもいろんなことしてくれたんですよ。だから超いい男なわけですよ。でそれがだからもう何だろう、人生の全てをかけて愛してるみたいな一番やばい言葉ですよね。でそれが浮気したりとか去ってったりしたら、そりゃ逆に強い怒りになりますよね。まあ、そうだから、そういうふうにすると逆効果になりますよね。だから女性は沈黙をされたら、その対処法に行くけれども、はい、感情的になってはいけないんですよね、まずは、うん、メールの返信をくれないってどういうこと、これ最近 LINE ですね、 LINE の返信をくれないってどういうこと、今すぐ電話くださいなど彼を追い詰めたり責めたりするような留守電やメールをしてはいけません。マイナスの感情を彼にぶつけてしまうと彼に嫌われ、二度と連絡が来ない可能性が高まりますと。電話とメールを合わせて 2,3 回して連絡来ないなら、その後1週間こちらから連絡をやめましょう。この 2,3 回っていうのはやっぱり常識の範囲で、あなたのことを心配してますよは必要だと思っているんですよね。連絡来なかったらそのまま連絡しないだと、恋人の場合はちょっと、なんていうかな、不誠実な、あるいは冷めた感情を相手に与えるので、はい、1週間ステップ2、1週間経って連絡が来なかったら再度連絡を。1週間が経つのに彼から電話やメールの返事が来ない場合はもう一度彼に連絡を取ってみましょう。これはまあ常識的な恋人の反応だと思うので、それをしなさいと。この時彼の職場や実家など絶対連絡が取れそうなところに連絡したくなるかもしれませんが、我慢をした方が無難です。なぜならそれらの場所は彼にとって聖域である可能性が高いからです。だから職場で待ち伏せするとかね、それはやめた方がいいですよってことですね。このステップで彼から連絡が来なかったら、さらに1ヶ月連絡を待ってみましょう。だから本当にうんざりされたってこともありえますから、1ヶ月ぐらい放っておかないとより悪化しますってことですね。質問あります？大丈夫です、はい、ステップ3、はい、1ヶ月連絡が来なかったらその後はあなた次第。最悪でもケース3や4、つまり彼の気持ちに余裕がなくなって連絡ができなくなっていたりとか、あるいはこう携帯スマホが壊れたから連絡ができなかった場合は、1週間経って連絡した頃には彼から連絡が来るはずですと。それでも1ヶ月には連絡来るでしょうと。それでも彼から連絡がなかったら残る道は2つ。1つ目が別れを覚悟する場合は彼の家に行きなさいと、直接本人を捕まえて真相を聞きましょう。彼と元通りになることを希望するなら自然消滅になる覚悟をして、そのまま一切連絡を取らずに沈黙をし続けるのが最善の方法です。はい、はい、どうぞ。別れを覚悟する場合でも、わざわざ行かないで聞かなくてもいいですか？まあ聞かなくてもいいかもね、なんか多くの相談は真実を知りたいって言うんですよね。私やだ、真実を知りたくない。もういいや、分かんないですよ。なんかすごく病に伏せてて、そしたら来るじゃないですか、連絡。なんかそうスマホも取りに行けないみたいな。がすごくその双極性障害で鬱になっちゃっててとか。でもまあ大抵は違いますけどね。大抵は家に押しか、まあ覚悟するから家に押しかけてももういいってことか。そう。そうです。意外によくある男性の音信不通ですが。相手のことが好きなら感情的にならずひたすら待つのが得策。いつか彼を取り巻く状況が変わればまた連絡をしてくる場合があります。でもさっき上の方で言った、先ほど言ったように、どっかの女性を妊娠させちゃったりとか結婚が決まっちゃったりしたら、もう二度と一生連絡が来ないかもしれないわけですよ。だからもし婚活をしてる方だったら、そういうふうにこうそのままずっと放っておきながら別の男性を探すっていうのが得策なんですよね。で人って必ず手に入らないこともあるんで、もうなんか常に諦めていつさよならするか分からないと思ってるとかいいんですよね、結婚する前特に。いつか彼を取り巻く状況が変わればまた連絡をしてくる場合があります。彼から連絡があった場合は、それ3年後だったりもしますよね、彼から連絡があった場合は時は彼があなたに連絡をしなかった理由を聞いてはいけません。
彼が勝手にそれを言い出すはずです。それが本当かどうかは分かりませんが、気にせず受け入れられれば再び元の関係が始まりやすくなるでしょう。ここでやっぱ一つ許しがありますよね。だから過去に何があったから聞かないって結構辛いんですけど、それ今の彼がいればいいじゃんってなれると彼も居心地がよく戻ってくるんですよね。うん、なんか同じ人もあれかもしれないけど、男の人は特になんか聞かれるの嫌がりますよね。うん、嫌がるね。なんでだろう、女と男。いや、女の人は嫌がるって言ったじゃん。女の人はなんで嫌がるんですか。男の人の方がなんか嫌がりそうじゃない。うん、男の人って、うん、本当にスイッチがバチッと変わって、うん、この女性と一生向き合っていく、あるいは家族だと思わない限りは何の責任も取りたくない、取りたくないんですよ。常に逃げたい。だから、彼女なり奥さんは癒しでしかない。うん、なんかいろいろ言ってきたらうるさいな、もうほっといてくれ。でも女性は結構多くがもう付き合ったら覚悟してるんですよね。パートナーでお互いに成長したいみたいな。うん、その違いだと思いますよね。うん、高瀬もそうですか、男側の。僕はもう向き合ってますよ。いやだからスイッチ入ったら向き合うんですよ。ああ、その前そうじゃなかったら。そうじゃない時はやっぱり何の責任も取りたくないし。はい、取りたくない。うん、なんだろう、やっぱ女性の方が考えすぎと思っちゃう、男性に言わせれば。多くの男性に言わせれば女性の方が考えすぎ、ただ付き合ってるだけなのに、なんでそこまで向き合わなきゃいけないのっていう。うん、なんとなんか家引っ越す時は前もって言ってよって言われる。ああ、そうだよね、わかるわかる。女の人がそれを言いたがる気持ちがわかるけど、男の人はなんで言うの、お前関係ねえじゃんって思うんですよね。うん、だからそこがやっぱりその向き合ってるか向き合ってないかですよね。うん、女の人はもう付き合う時に男性に託すんですよね、私の人生をちょっと託す。でも逆のことをされたら、付き合ってて彼女が引っ越すのに何も言わなかったら、なんで言わないのって思いませんか。いや、引っ越した後で彼女の家に行ったら何もなかったらびっくりしますけど、うん、勝手に決めても別にいい。そうだね、やっぱそれそうありますよね。そういう、もう引っ越し先決めちゃった、あ、そうなんだ、どこに引っ越すのと思うだけ。むしろその女性が引っ越す時にどこにしようか一緒に決めないって言われたら怖いもんね。そう、だから向き合いたくないんですよね。うん、だ向き合うと決めたらとことん向き合う、とことん向き合うからこそそれまでは向き合いたくないっていう。そうなってもとことん向き合いたくない人もいっぱいいますよね。それは向き合ってない、だから責任を取るモードになってないんですよ。うん、だから恋人にしろ、まあ、結婚は特にですけど、いかにして男性に責任を取るモードにさせるかなんですよ。うん、でそうせぬまま結婚すると大変なことになる。うんうん、あと何だろう、その女性が責めすぎたりすると、何だろう、怖くて向き合いたくなくなっちゃうんですよね。うん、だからもう子供みたいなもんなんだけど、向き合いさ、自分から向き合いたくさせるっていうふうにしなきゃダメなんですよ。うん、はい、次いきますか。はい、今週のニュースを恋愛で切る。このコーナーは今週のニュースを恋愛という視点で切るコーナーです。これですね。リルさんが このニュースを取り上げてほしいみたいなことを言ってくださったんですけど、うん、3人に1人が年収1500万超え、高収入夫を捨てる妻の本音。メンタリスト大吾は、経済的に成功すると共感力が落ちる、妻なら覚悟すべしと申しておりました。メンタリスト大吾って知ってます？知りません。おお、ああ、大吾、大吾知ってますよ。大吾2種類いますもんね。ウッシュじゃない方。ウッシュじゃない方。ない方はなんか売れる前に大吾いきなり売れたけど、うん、知り合いのパーティーによく来てて、そこでやってました。手品ね。そう、うん、そこでも人気。いや、私もなんか痩せない人が痩せれるのを教えてって言って、なんか暗示かけてましたよ。変な人と思ったら、その後テレビどんどん出てて、うん、じゃあ連絡取ったらなんか、うん、全然連絡先知られません。ああ、そうなんだ、はい、共通の知り合いが。じゃあ大吾は知ってるんですね。知ってますけど。だんだんティッシュ持ってます？あります。マスクに鼻水がつき始めてるんですよ。そうなんだ。うん、あれはやっぱり素晴らしいですね。持ってるんですね。柔らかいですよ。